もう4月2日になりました。今日は今日はモーニングでも食欲かな。博多さんとありがとうございます。今日もいや今日はあの髪の毛ちゃんとやったんで、いやこの辺はやってないけど、あの前髪をちゃんと巻きました。はい、久しぶり前髪をなんか出したんですけど、まあ髪の毛長くなってて前髪が長くてもうなんでちょっと今もうギリギリなラインなんですけど、でもこれ以上長くなったら結構邪魔だなーって。私も可愛がって嘘、そろそろお前ちょっとお前は我慢して。うん、結構伸びた。そうミスター GB を育成しようとするところでは私は終わった昨日。カズサさん、そうだよそれ今日もあるんだよ。エルバンさんピカピカありがとうね。バンクだって、じゃあもう今や前髪ルーレット。ビガミガありがとうございます。ピッカピッカラーイティベンジ、もう新学期ですね。新学年わー楽しみだったな。皆さんどうでした、学生の頃とか1年生になる時の記憶とかはもうちょっとあれなんですけど、中学1年生になる時とかね結構もうドキドキして、あの小学校が違う子も同じ中学校になったりするじゃん。で1回会ったことある、林間学校で何回かで1回会ったことある子たち裏、あはい危ねね、そうで3校が中学校同じになったんですよ多分ね分かんないけど、
そう裏、うん、そう裏そう裏、うん、うーん、う、裏がつく小学校だそうそうそうね、多分そうだった気がする。で三校かなんか、いや、やっぱね島なんで、あのちっちゃいんですよでね、そうだから初めて会う方とかね、中学校になって会ったんで、すごいなんか緊張した。でも中学校になっても相変わらず私はあの朝会を遅刻するっていうね、ヨヨの良さハートありがとう。そうなんですよ。でも早いか遅いかだった。じゃーん、今日はお鍋さんです。いただきます。ウィニングメロディー、小学校上がるとき覚えてんの？すごいね、記憶よく。うん、嘘タワーがいっぱい。そう昨日ねアニメート、まあ、アニメート羅針盤、まあ行ったんですけど、アニメートビルに間の私ウマ娘のライブ見に行った時に推し目が増えまして、そうシンボリック SS っていうね推し目が増えてるんですよ。でキーホルダーが欲しいなと思ったんで、私たまにミスター CB のキーホルダーがついてるんですよ。こうやってついてて、ね、クリスエスのキーホルダーあったら欲しいなと思って行ったんですよ。でも全然なくてマジで、なんでないんって、なんでないんすかって思いながら探してたんですけど、で唯一一個だけあって、じゃーん、ほらこれと同じ形のやつなんですけど、こっちの CB のやつと、かっこいい。なんかこんなブラックヘアがいいんですよ、イエーイと思って。もうね見つけた瞬間ちょっとね買っちゃいました。
さすがにもう買っちゃった。もうなんかあるやん。そしたらそのクリス聖書を探してる時に声かけてもらってみやみやですかって言われた。めっちゃ一生懸命メンバーとかって探してる時に恥ずかしかったですよ。声かけてもらって嬉しかったですよ。あ、欲しい。もっと入った、ありがとう。美味しい。うん。はんぺんくん。かわいい名前。定期便ドラマチックジャーニー目指せきらめきを完成を。え、なんて名前なの。何山。ハットリグトゥーデム。あ、ワインの定期便は毎週発送予定です。あ、お待ちしてます。ほんまに定期便嬉しい。定期的に届かな、嬉しいって。いや、回して。でもそれって、急に来なくなったら、めっちゃ心配するやつ。
え、なんかあったんか。橋山っていうの？それで？すげえ。初めて会いました。橋山さん、こんにちは。友と二人競い合ったあの、あれ？あれ？あ、なんかここ、あれ？全然違う。どこにあるの？かなとしさん、ハートありがとう。あれ、ね、いいね、あ、サブーとしさんもまたありがとうございます。てかあ、アニメ好きのダンスうまい子だ。あ、そう、ありがとうございます。そうなんですけど、最近アニメ全然見てなくて、一定のアニメしかちょっと見てないんです。更新してない。またハタリアアマツカリさん、ピカピカありがとうございます。でもあの馬娘はちょっと見始めまして、やっとの思い出、ずっと見てなかったんかっていうところなんですけど、ほんでもってみんなとね一緒に馬娘を見ようって言って、この間5話まで見たんですよ。ねえ、5話から12話まで見ちゃった。でも見ちゃったの、うん、いや、さすがにやっぱみんなと一緒に見ようと思ったんですけど、あのお父さんと一緒に見ちゃった。これはガチ。ガチの方。あ、ナナシさん、ピカピカありがとうございます。見えちゃった。ベラメンテ、鈴鹿のシーンも見たし、見たよ。あの死んじゃうシーン。死なないけどね、死なないけど、
実際はね。なんかそういうのはちょっと悲しいね。なんか実際の大間さんのことを考えてなんかピエンってだいぶ悲しいよね。しかもなんかこのおかしくなるところらへんもなんかちょっとううってなるくない？なんかちょっともう本家みたいな本家急にこう鈴鹿が壊れ始めるところらへん。ねえ、だってその場でさもう本当はさチョキーって言っちゃうじゃん。いやもう本当に辛すぎるよね。もう走らないで辛いよね。なんか黒い幕でこう覆われて、辛すぎね。故障しちゃったよね。修復できないからね。大間さんは辛いよね、マジで。怖い。本当だよね、戦闘ね。戦闘の気しか譲らないよね、本当に。あの雇用スキルだわ、マジ。でも逆に逃げすぎたね。ポンタハートありがとう。パート飲みすませて飲み気持ちに気持ちそれぞれのあれそれでもプラス20歳のままみたいでしょ。まあそれでもいいかな。クッキーモンスターメガネ、ああありがとう。スターハートありがとうございます。やっぱこう実際のお馬さんとこうやっぱねえとのこのねだいぶ胸にくるよね、マジで。本当ありがとう。お、青さん、あの空飛ぶクマさんですか。軽空飛ぶなんだっけ、なんとかおじさんみたいなやつ。どうした、ハンタ、ありがとうございます。なんか何かあるごとにえこれ関係あるのかなみたいな調べながら見てて、でその鈴鹿のやつとかはあのお父さんと一緒に見てたんで、お父さんは実際をずっと見とったけどさ、そう言われてえみたいな。あとはあのなんか
その描かれ方がちょっと違うかったりする。そのメンバーによってなんか普通そんななかったのに、その子だけすげえスペシャルウィークだったらね、マルゼンスキーと話すときはなんかえみたいな感じになっとったよ。はそう時なんかあんのかなと思って調べたんだけど、なんか母方の知事みたいなちょい透明って書いてあったおっみたいなで、ゴルシとメジロマックイーンも調べて、そうゴルシも同じで母方の父みたいな。って書いてあったんや。そう、ゴルシとマックイーンめっちゃなんか仲良くなのかなんよね、めっちゃ。だけどなんかそのゴルシがマックイーンにだけそんなちょっかかけたりするのなんでだろうと思って調べて、そしたら母方の父って書いてて、マックイーンが母方の父で、あそうなんじゃ。であとグラスワンダーとあのスペシャルウィークも調べたんですけど、あへえと思ってあへえ、ブッサン、投げ中して、なんかそういうのすんの、いつぶりだろう。もうなんかさ、そう思ったんだけど、みんなのことなんかファンの人っていうくぐりじゃないなと思って、うん、なんか私からしたらやっぱファンの人じゃなくてもう家族みたいな感覚だなと思って、一緒にさもうほぼ毎日会ってるわけじゃん。あ、なんかビデオ通話してるみたいな、あのビデオレレですね。やっぱ皆さんおのおの違う場所にいらっしゃるじゃないですか。会えはしないけど、ビデオレレですね。これ本当に元気してる？そうって、あの思ってて昨日思ったよ。そう、あんな人っていう感覚よりかはもっとこう深い、やっぱ家族、何かあったら駆けつけてくれたり、そういう存在なのかなって思って、一番こう勇気を元気ももらえるし、で私もその分ね、みんなのことで守らなきゃ。あ、欲しいもの買ってく、かっ、あ、行ったら買ってくれるおじさん見てきた。いや別にそんなことは思ってないですけど。いつもありがとうございます。そうだー、え、何それ、ポップコーンか。しんじくん、ポップコーンありがとう。おたちりちゃん、ハントありがとう。ふさわしい、たたえるが高らかにね、えばいね、ティーモペラ、おー、醤油団子さん、ハートありがとうございます。イエーイ、
パハートありがとう。飛ぶでスケートできてもできてないですよ。これないから行きたいのに行けてないんです。そうもうねお金があったらもう行ってるそう、いやあの推し活行っちゃったりとかしたからさ、もう今ないの。やば。苦しかった反省がてどどんどん。花丸浴衣。そうまだあのスケート靴でデビューしてないんですよ。貸し靴でしか履いてない。思いを届け。ぐるぐる回る。恐れることなかれ。どうすんのどうすんの。よし走るか。いやだからあの私こあの更新してないんですって。さっさとさっさとさっさと負けがーい。まあ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 。モリモリとやる気出てきたもん。あ、投げ中して。よし、じゃあ皆さん走ろっかね。何にしようか。大阪杯、大阪杯走っとく。芝中距離。なんかちょこの間鍛えたやつにしたいな。
ペラ王にした。 UF うんせれーす。あっち3151796。運勢レースの大阪杯でございます。芝中距離トモクルスや。クルニスさんとありがとう。読めなくてパスした。あーずるー。クリスマスマジかっこいい。誰ツワイトライゼって誰。知らない、知らない人来たいるんでしょ、この中にいるんでしょ。誰大体さん。ゾネ、ゾン、ゾネ、もうゾネ呼ばなくていいよね。ね、グググググーさん、藤木関、シンジ君、ポンタ、ドゥラメンテ、対応が激化になってきた。だって呼ばなくていいやん別に。ゾネさんトシさんなんだからほんのね、トシさん苦い言ってるみたいな感じやん。トシさんパート2です。じゃあパート2カードの人だって、初参加してみただってツワイ、ツワイトライゼ、こんにちは、ありがとうございます。よろしく頼んだぜよし、じゃあ走ろ、行きまーす。出産です。あ、もう不調だ。10番テイエムオペラ王、6番人気です。ライバル。BGM 出してない私。あ、やばい。BGM 出したい。OK。
その位置大丈夫か、抜けれるか。オペは動いてないもんな。誰なりたたいし。ああ、ツワイトライズ。とジョネさん、藤木奇跡、チリちゃん、トシさんでした。ジリちゃん勝ってよ。ルンヌマッチで開催されたレース結果は最大5レースまで保存できますよ。最高に出るで焼き出す兄貴さん、よし、天皇賞秋走ります。じゃあ私滝を出そう。待ってね滝よ。2063-1781ランクとか関係ないかな。ちゅーちゃん、だいだいさん、ほんだ、最後に出る手巻き立つまで来ちゃい、希望。あ、トシさん、シンジ君とスワイトワイルさん、藤木席、藤木席が藤木席だ。ありがとう。走りますよ。よし、秋。ちょっ私はタキオンです。見て、ジェフ、今日ダメだ私今日。
晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝2000、18人の馬娘たちが挑みます。現在一番人気は三冠馬娘マチカネタンホイザー、この評価は少し不満か。二番人気はこの子、三冠馬娘メジロライアン、注目の三冠馬娘アグネスタキオ、7枠13番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ですね、ゲートに入って体勢整いました。タキオンのやつ不調。今からました、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネタンホイザ、これから第2コーナーへかかっていきます。4番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は無人席、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。先頭は4番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは富士奇跡、18番3番手、5番続いている、すぐに続いてオグリキャップ、そしてそのうち雪のビー、少し離れて9番、少し後ろから10番、そして外目をつきましてはアグネスタキオ、後から岩林、マチカネタンホイザ、内から行く、少し離れて17番ドラメンテ、さらに卵クロス、メジロライオン並んできた、少し離れて8番外で12番ドラメンテ、後方2番手に14番、そして最後方16番、4番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。大受け焼きを越え4コーナーへ、富士奇跡ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。さあ可能性を導き出そう。さあ可能性を見切って待ってたピピピクラちゃん。おおくぐぐぐんさんか。富士奇跡ちりちゃん、ツワイトライゼさん、トシさんですね。もうダメ、もうやる気なさすぎ。はい、なので今日も頑張っていきたいと思います。私は6着です。もうさっきはね8着とかだったかな。はい、なので、はい、ちょっと鍛え直さなきゃな。全然本当に育成がちゃんとできなくてあれなんですけど、なんかランク目指すとダメだよね。なんかああ私人気だけどこのつらそれ、実力ねえよお前みたいな、つら。はい、とりあえず私の今日の朝配信はこれにて終わりたいと思います。今日は8時からですね、20時から TikTok ライブがありますので、皆さん TikTok 入れてる方は私のアカウントかな、アカウントっていうのかな、をフォローして、8時からあの TikTok アイコンのところがなんか色変わるんで枠みたいなのができるんですね。ポカッ、そこのアイコンポトッと押したら多分そこのライブになると思うんで、よろしくお願いします。まあ今回とてなんかまあはい、ウマ娘歌うと思います。よろしくお願いします。はい、それではうちの配信は朝の配信は終わりますね。皆さん今日も一日頑張っていきましょう。今日も一日頑張れる人、私も精一杯頑張ってきます。13位ごはんつぶさん、12位焼きそばさん、11位よよのよさん、10位やすさん、9位かつおさん、8位醤油団子さん、7位ふっさん、6位ちりちゃん、5位あまつかぜさん、4位あおちゃん、そして第3位がふうさん、ありがとうございます。ほんで第2位がとしさん、楽しい配信ありがとう。今日も楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょうね、頑張ろうな。そして第1位がパンツー、毎朝みゆちゃんに会えるのが幸せすぎる。今日も頑張ろう、今日も頑張って実際にちゃんと会えるように頑張りますね。
オノデリ。はい、朝ありがとうございました。では8時からまたお会いしましょうね。それまでみんなお互い頑張ろうな。私も11時からボイトレ行ってきます。じゃあ皆さんおやすみなさい。一旦おやすみ。バイバーイ。